壁南市中心市街地壁南市は愛知県の三河地方に位置する市。壁海軍の南部にあったことが名称の由来である。古くは大浜里と呼ばれ、海上交通の要所として栄えた。経済の発展により、大正に入ると三河鉄道が大浜まで開通した。戦後復興が進む1948年に山頂、市村が合併し、壁海軍域で初、 西三河では岡崎市に次いで市政志向を果たした。現代では名古屋都市圏に属している。かつては兵庫県のスマ海岸と秘せられた砂浜海岸は高度経済成長期に工業地帯へと変貌し、平成に入り中部電力の壁内火力発電所を誘致することで経済的な発展に成功している。木浦臨海工業地域の中核都市であり、 臨海部には農地、工業用地、港湾がある。壁南市中心部周辺の空中写真。市街地の西に絹浦港。画像右下部に矢作川。1987年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。矢作川川口に位置し、 壁南市役所の標高は6.9メートルである。西と南は海、東は河川と故障である。河川湖沼海岸壁南市の地名を参照。古くは西は遠浅の海で大きな砂浜が広がり、南は権ン先を先端として尖ったような形をしていた。東は海で入り江を形成していた。矢萩川は現在の流路を取らず、 油が、淵は最も大きな入り江となっていた。和名省の大浜号はこの地を指すとされる。大浜号は、発軍に属していたが、戦国期以降に、壁海軍に入った。大浜郷は、古くから栄え、江戸時代には、沼津藩の陣屋も置かれていた。和静かも港町であり、江戸時代初期に矢作川が流入するようになると、運ばれてきた砂により浅瀬となり、 日田開発によって、伏見や新殿及び、前浜新殿が形成された。廃藩地県以前、大浜村、棚尾村、平七村、和室塚村は沼津藩の領地であり、生丹村は生丹藩の領地、前浜新殿は天領であった。2005年度の財政力指数は1.72位で、全国1位だった。出力410万キロワットの壁難。 火力発電所の税収によるところが大きい。大見は2019年1月27日に安城市長選挙に立候補し自動試職した。壁南警察署旧大浜警察署壁南市民病院2003年に木浦東部広域連合が発足し、消防業務を委託している。医療機関として壁南市民病院を設けている。家庭ゴミの分別収集では、 日本三位の分別が行われている都市として知られており、他の自治体からの見学者が多く訪れる。海外2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれとして、フレンドシップ相手国として迎え入れた。国内愛知県中央信用組合本店。 中部電力壁内火力発電所ピアノ壁南店。伝統的な産業として、瓦、芋の、醸造などがある。地域の約4分の1型や畑であり、農業は盛んである。主要作物として人参、玉ねぎ、さつまいも、一軸、じく、観賞用植物などがある。木浦臨海工業地域を中心として、工業が発達している。自動車、金属、 食品など様々な業種の企業がある。事業所数は537であり、製造品出荷額は5923億6700万円で、ある。市民所得は、総生産3331億1600万円、家計所得2467億9900万円で、ある。愛知県立壁内高等学校壁南中央駅。 壁南駅名鉄三河線が、刈谷市、知立市方面と壁南駅を結んでいる。かつては、壁南駅から平吉田駅に向けて路線があり、市内に3駅が設置されていたが、2004年に廃止された。また、JTB 時刻表による代表駅は壁南駅である。壁南市くるくるバス市が市内を巡回する、くるくるバスを運行しているほか、 西尾市と共同で2004年に廃止された名鉄三河線の北南キラ吉田間に代わってフレンドバスを北南駅キラ高校間で運行している。北南市民病院には安城市のアンクルバスが乗り入れており安城厚生病院と結ばれている。また中部国際空港と西尾駅を結ぶバスが北南中央駅前に停車していたが、 2009年3月31日で廃止された。日区で出汁を引く祭礼がある。共に、半出汁、亀崎の旧社とされ、共に、下型の出汁である。ありがとうございます。